ミッドナイトの諸君は特殊な能力を欲しいと思ったことはあるだろうか。日本で初めて科学的調査の対象となった超能力者、三船千鶴子。明治19年、熊本に誕生した彼女は映画リングに登場する貞子の母、山村千鶴子のモデルになったと言われている。この他にも千鶴子をモデルとした登場人物は数多くの小説やテレビドラマに登場し、日本における彼女の影響力は凄まじい。千鶴子の持つ特殊能力に世間はざわつき、翻弄された。そして彼女もまた自身が持つ能力によって数奇な運命をたどることになるんだ。千鶴子の持つ特殊能力、それは千里眼。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの？闇人形の闇りですわ。私の特殊能力は抜いても抜いても無限に髪の毛が生えてくる能力ですのよ。それを能力というのかよくわかんないけど、薄毛おじさんたちの歯ぎしりが聞こえてきそうだね。さて、今夜お話するのは大正時代の日本に実在した超能力者、三船千鶴子について。透視能力を持つ彼女はその能力によって人生が狂わされていくんだぞ。言うの？三船千鶴子の誕生。遡ること約135年前の明治19年、熊本県宇土郡松井村が今回の舞台。八代海に面する静かな村で三船千鶴子は生まれ育った。彼女には生まれつき難聴があり、そのためかとても感受性の豊かな女の子だったという。そして物心ついた頃から不思議な能力を持っていた。それは亡くなったものをピタリと探し当てるというもの。そんな千鶴子の能力にいち早く気づいた人物がいたんだ。彼女の姉の夫である清原武雄だ。清原は診療所を経営し、催眠術を用いた民間治療を行っていた。それは千鶴子が17歳の頃の話だ。清原はたびたび千鶴子を自分の診療所に招いてはある暗示をかけていた。千鶴子、お前は千里眼ができる。千里眼っていうのはね、何千キロも離れた場所の出来事を見たり、物を透かして見たりできる超能力のことだよ。補足説明ありがとう、ミリ。一見単純な暗示のように聞こえる清原の催眠術だが、千鶴子には効果てきめんだった。暗示をかけられた彼女の千里眼はすぐに開眼し、能力を発揮し始めるんだぞ。こうして千里眼に目覚めた千鶴子は義兄清原の診療所で透視を使って診察を手伝うようになった。患者からの評判は良く、清原からも頼りにされていたようだ。しかし千里眼に目覚めたことが同時に彼女自身の不幸を招くことにもなったんだ。それは22歳になった千鶴子が結婚してすぐのことだった。夫となったのは若くして陸軍中尉を務める男性だ。玉の輿に近い結婚だったが、千鶴子が嫁いで間もなく、夫は遠く大阪河内の駐屯軍に転属となってしまった。千鶴子が夫と暮らしたのはわずか3週間ほどだったようだ。夫がいなくなると千鶴子は同居する姑との関係に悩まされることになったんだ。というのも、姑は千鶴子をこんなぼんやりした女に家を任せられないなどと言って毎日いびっていたからだ。そしてそれは夫が休暇で家に戻っていた時だった。その日夫は自分の財布から50円札がなくなったことで狼狽していた。どこを探しても見つからず困り果てる夫を見かねた千鶴子が口を開く。お母様の部屋の仏壇にあるはずです。そう聞いた夫が姑の仏壇を見ると、なんと本当に50円札があったんだ。本来なら感謝されていいように思うのだが、しかしこれが裏目に出てしまう。なんと姑は千鶴子が盗んだから場所を知っていたのよ。そう疑いをかけ、それ以降ますます千鶴子へ辛く当たるようになったんだ。数日後には夫が河内の駐屯軍に戻ったため、誰も千鶴子の味方をしてくれない。そんな辛い日々を思い悩んだ千鶴子はなんと自殺を図ったんだ。自殺は未遂に終わったものの、姑との関係を修復できるわけもなかった。その後間もなく千鶴子は離縁され、実家に戻ることになってしまったんだ。ちょっと、いくらなんでもひどすぎるんじゃないですの？千鶴子は何にも悪いことしてないですわよ。あまりにも理不尽だよね。でもね、実家に戻ったことで千鶴子の人生に光が見え始めるんだ。千鶴子が実家に戻った頃はちょうど日露戦争の真っ只中だった。
そんなある日、義兄清原は千鶴子にこんなことを尋ねてみたんだ。熊本を本拠とする第六師団の兵士は日立丸に乗船しているか。清原の問いに千鶴子はこう答えた。一旦長崎を出発したけど、船が途中で故障して長崎に引き返したから乗船していない。その3日後、千鶴子の言葉が的中していたことが判明する。これが地元で大きな話題となり、清原の診療所に患者が殺到するようになったんだ。千鶴子はそこで人体投資で患者の病を見定め、手方師による治療を行っていった。そんな彼女の活躍は診療所での治療だけにとどまらず、世間の注目も集めるようになった。そこで千鶴子の能力に目をつけたのが三井合名会社、現在に続く三井グループだ。彼らの目的は炭鉱だった。というのも、その時代の炭鉱は黒いダイヤとも言われるほどの価値があって、炭鉱を探し当てれば一攫千金も夢ではなかったからだ。依頼を受けて投資を行った千鶴子は見事炭鉱を発見。これによって千鶴子の千里眼は全国的に知られるようになったんだ。中でも千鶴子に人一倍関心を抱いたのが、当時催眠術や千里眼の研究をしていた東京帝国大学の教授福来智吉、そして精神医学の研究者であった京都帝国大学の今村新吉。この後千鶴子は2人の研究者のもとで様々な実験を行っていくんだが、そこで彼女の運命を変えるある事件が起きるんだ。とうとう千鶴子の本領発揮ですわね。きっとどんどん彼女の評判が上がっていくのですわ。まあここまでは良かったんだが、彼女の人生は大々的に行われた公開実験によって大きく狂わされるんだぞ。 You know?運命を分けた公開実験。明治43年9月14日、千鶴子の実験として最も有名になる公開実験が東京で開催された。実験を主催したのは、千鶴子と共に数々の実験を繰り返してきた福来今村の両博士。参加したのは千鶴子の父三船秀正と義兄清原武雄、その他東京帝国大学の元総長山川健次郎など当時を代表する学者や大手新聞社の記者も参加していた。重鎮みたいな学者たちが超能力を研究していたんですのね。今の人の感覚では不思議な感じもするだろうけど、この時代の千里眼への注目度はそれだけ高かったんだ。実験当日、千鶴子に投資してもらう道具は元東京帝国大学総長の山川博士が用意した。それがどんなものだったかというと、平らにした鉛の管の中に紙を収め、両端をはんだ付けしたものだ。外から中身を見ることはできず、女性が素手で開けることなど到底無理なもの。これが20個用意されていた。実験ではこの鉛の管の中から1個がランダムに選ばれ、千鶴子に渡された。それを受け取った彼女は2階に上がり、実験をするために用意された部屋に屏風を立てて投資を開始。立ち会い人は2人で2階の別室にて待機していた。千鶴子は屏風の中にいたため、別室にいた二人には千鶴子の手元はおろか、後ろ姿さえ見ることができなかったようだ。みんなが見てる前でやったわけじゃなかったんですのね。千鶴子は繊細な性格だから、人に見られていると精神統一ができないという理由から、こういった方法が取られたようだ。しばらくすると千鶴子は屏風の中から姿を現し、こう話した。この中の文字は漢字で盗む、丸、打つの3文字です。結果投資は成功したように見えた。しかし山川博士は不審に思っていたんだ。なぜなら山川博士が用意した20個の鉛の管の中には、千鶴子の言う3文字が書かれた紙は入っていなかったからだ。別紙にあらかじめ書いておいた答えの控えを見ても、千鶴子が答えた文字は含まれていなかった。では一体千鶴子が持って出てきた鉛の管はどこから出てきたのか。実験を見守った全員が不思議がっていた。しかし結局、前日に山川博士が受け取った鉛の管の模型がうっかり混ざってしまったのではということで、その場は丸く収まったんだ。ところがこの日の夜のこと、宿に戻った千鶴子は福来博士と今日の実験について振り返っていた。そこで千鶴子はあることを告白する。その告白とは、鉛の管のすり替え。千鶴子によれば、彼女が投資した文字は前日に福来博士が練習用として渡していたもの。千鶴子はこれをお守りとして実験当日に持参していた。しかし当日に渡された鉛の管は投資できなかったため、代わりに練習用の鉛の管を投資して提出したというんだ。この話は翌日山川博士の耳にも入り、博士は新聞社の取材にこう答えた。
私は以前から千鶴子の透視能力について話を聞いており疑っていない。しかしそれは私が信ずるだけで、第三者に向かっては昨日の実験が完全なるものであるということはできぬ。千鶴子がすり替えを認めたことは新聞で大きく報じられ、それまでの全ての実験結果も信憑性が揺らいでしまうことになった。こうして千里眼の持ち主として脚光を浴びていた三船千鶴子は一夜にして世間からバッシングを浴びる身になったんだ。何この展開。結局千鶴子は千里眼の持ち主じゃなかったってことですの？いや、彼女の言い分としては投資はしたが練習用の方を投資してしまったということらしいんだ。さて、一夜にして信用を失ってしまった千鶴子にはこの後悲惨な運命が待ち受けているんだぞ。 You know? 千鶴子の最後。三船千鶴子の登場により当時の日本社会では超能力ブームが起こっていた。日本各地で自分は超能力者だと名乗りを上げる人物が続々と現れたんだ。その中でも特に秀でた能力を持つとされた女性がいた。それが長尾郁子。もともと予知能力などを発揮し周囲を驚かせていた彼女は、千鶴子の実験を新聞で知って投資を試してみたところ能力が開眼したという。長尾郁子は投資のみならず連射能力もあるとして、あっという間に日本中で名が知られるようになった。同時に世間への関心は三船千鶴子から長尾郁子へ移っていったんだ。そして先の東京での公開実験から1年後の明治44年1月18日、誰も予想だにしなかった悲劇が起こった。なんとその日千鶴子が服毒自殺を図ったんだ。翌朝、虫の息となった千鶴子を発見した家族はすぐに医師を呼び寄せた。駆けつけた医師たちが懸命な蘇生措置を施すもすでに手遅れ、遺書も遺言もないわずか24歳という早すぎる死だった。千鶴子本人が自殺の理由を語っていないことから、その原因については様々な憶測が飛び交った。千鶴子の力で金儲けを考えていた千鶴子の父秀松と姉の夫清原武雄との間で板挟みになっていたこと、はたまた千鶴子自身が千里眼の衰えを感じていたことなど、しかしこれらはあくまで憶測でしかない。なんせ死の直前、駆けつけた家族に対して千鶴子は何も申し上げることはありませんと話しているから。千鶴子と共に歩んできた福来博士は後に自身の研究を記した著書「観念は生物なり」を発表。そこで千鶴子のことを次のように書き残している。近き将来において必ずや彼女が心霊研究会の明星としてこの好機を放つべき時の到来することを私は信じて疑わぬのである。自身の能力に翻弄され数奇な運命をたどった三船千鶴子。福来博士が言うように近い将来、千鶴子の千里眼が解き明かされる時は来るのだろうか。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。してよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。